皆さんこんばんは。水のゆうかです。お家の中がダンボールだらけですけど、これ全部ニトリで1万円分のお買い物してきました。最近ニトリで買うときは7000円以上だったらお家に届けてくれるので、店舗で見てお家に届けてもらうようにしています。どんどん今日も購入品をご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。今回はですね、私ゆるりゆるりと年末の大掃除を始めてるんですけど、新年を迎えるにあたって買いたいものとかをね、ニトリで物色して買ってきました。なのでね、どんどんしていきたいと思います。まず一つ目はじゃじゃーん、アロマディフューザーのジョージです。ホールオーチャードという香りにしました。 L サイズで1843円になります。実はね、これ前にニトリ購入品でクローゼットのホールにかけるサシェ購入したらすっごくいい香りで、今回は玄関に使おうかなと思ってアロマディフューザーバージョン購入してきました。香りの持続時間が約12週間続くそうなので、3ヶ月ぐらいは匂いがするそうです。うちって猫とか子供がいるので、あまり匂い強くしたくないなっていう方はアロマディフューザーでこの棒をちょっと減らしたりすると香りがちょっと弱まったりするので、それで調節するといいです。ねえ、これ本当にいい匂いなんですよ。すごく気に入りました。はぁ、いい香り、これいいんですよね。で、あと冷たいでこの香りのやつを購入することもできるので、後々ね、詰め替えのフレグランスを購入したいなと思ってます。これ L サイズでどれくらいするのかな、顔の3分の2ぐらいの大きさかなになりますね。これの小さいサイズもあったんですけど、結構ね、詰め替えるの忘れちゃったりするので大きいのに私はしました。では次、ネットでは買えなかったので、これは店舗で持ち帰りしたものです。それがフォトフレームです。これはギザギザ金具式の紐なしタイプの L 版になります。お値段が462円です。家族の写真や思い出の写真をリビングの方にこう飾ってるんですけれども、私がフォトフレームを買うときに意識していることがありまして、このね、中にさらにダブルでこうね、なってるものが好きなんですよ。あとは縦にも横にもかけられてスタンドもできるっていう、こういうタイプ大好きです。で、だいたいうちのフォトフレームが黒やシルバー、ホワイトも合うので、今回はこのフォトフレーム購入してきました。値段の割にすごい高級感もあるし、シンプルですごくいいなと思いました。この間ね、七五三の前撮りをチビリンがしたので、チビリンの写真を飾るか、ちょっと家族3人の写真も撮ったのでそれを飾るか、ちょっと悩み中です。可愛くてお気に入りです。では次、こちらです。ランチョンマットのムスカ Q です。2つ買ったんですけど、1つ370円になります。結構インスタの映え写真に使ってる方すごく多いんですけど、このね、ウォーターヒアシンスって素材のこのムスカ、カゴも持ってるんですけど、ついにランチョンマットも購入してみました。これにね、こうね、例えばね、こういうものを置いて飾ったりとか、ランチョンマット以外にもインテリアとしてすっごくすっごく可愛くって、店頭にはね、売ってないんですよ。なのでないかなと思って見てたら、ニトリネットの方に置いてあったので2つ購入してきました。大きさは35センチあるので結構大きいですね。なのでご飯乗せるのにも可愛いですし、インテリアとして置いても可愛いと思います。あ、これ可愛いな、やっぱいいですね。はい、すごく気に入りました。これ最初開けた時にね、すごい匂いします。やっぱ天然素材のね、香りすごいです。でも時間が経つとこれ匂い取れるので全然気にしなくて大丈夫だと思います。では次、カーペットクリーナーの斜めカットバージョンです。お値段が1つ231円になります。こういうコロコロは全部無印なんですけれども、
ニトリのこのね、斜めカットバージョンがすごい使いやすいっていうのを何で見たのかな、 SNS で見たのか YouTube で見たのか分かんないんですけど、見てニトリに次買い物行ったらこれ絶対買おうと思ってメモしてありました。で、ネットで買うとき2個以上じゃないと買えなかったので、とりあえずね、2個買ってみました。幅 160mm で90周入ってるそうです。ちょっとほんと使いやすいか、私普段無印使ってるので試してみたいと思います。では次、あ、次大物だ。これが一番高かったかな。クロイス M アーバン、高さ 35cm のカッコクリアというタイプです。お値段が3695円です。これニトリで4000円高いなって思うかもしれないんですけど、ものすごく重厚感があって重くておしゃれです。お風呂をね、最近ちょっとずつ大掃除をし始めてて、家にあったお風呂の椅子が結構ね、なんかこういうパッキンとかがすごいカビてたり、なんかこう色がね、なんか劣化してたり、すごく水垢がついてて気になってしまって、もうちょっとこれは6年7年使ったので買い替えたいなと思いました。で、うち洗面器がもともとニトリのクリアタイプ使ってたので、椅子もクリアにしようかなと思ってこれにしました。店頭でこれ高さが低いバージョンもあって、椅子に座ってみたらやっぱ高さが高い方すっごく腰が楽で、うち主人が結構背高いので、あのお風呂の椅子は高い方がいいっていつも言われてたので、こっちの高い方買ってきました。今夜からこれは使おうと思います。お風呂ね、クリアだとちょっと広く見えるのでいいかなと思ってます。では次、これもね、リピート買いです。レディースの小スペースハンガー5本組、幅が 38cm タイプを2個買ってきました。5本セットで285円なのですごく安いです。うちこれをもともと使ってるんですけど、やっぱりね、このね、滑らないハンガー、すごくね、こういうテロッとした生地のワンピースでもニットでもキャミソールでも全部落ちないのですごく便利です。で、あとここの幅がね、やっぱね、ない方がうちのこうスライドドアにすごい良くて購入してきました。このタイプのハンガーってちょっと時間が経ったり強く引っ張ったりするとここが外れてしまうので壊れちゃうんですけど、でも安くって綺麗にね、同じハンガーで揃えられるとすごいね、気持ちいいんですよ。だからやっぱりこれで全部揃えたいなと思って2つ買ってきました。では次、重ねても使える冷蔵庫の整理トレイです。幅 20.8、 奥行き 32cm、 高さ 10cm の冷蔵庫用のクリアトレイになります。材質はポリスチレンというもので、こういう風にね、他のニトリのトレイとも重ねて使えるタイプのものです。すごい前なんですけど、去年の今頃かな、冷蔵庫収納の動画をやって、1年間ね、それで使ってみて分かったことが一つあって、綺麗にしまうのはいいんですけど、入れるトレイはクリアな方が中が見えて分かりやすいなって思ったことと、奥まで深い方がこの引き出しで全部取り出せて出せるっていうのがいいなって、この1年間冷蔵庫を使ってみて感じたことです。なので、私朝食セットっていうものを作ってるんですけど、セリアの白いタイプのものを使ってたんですけど、ちょっとクリアタイプに変えたいなって思ったのと、あともう少しね、ちょっとハムとかチーズとかも一緒に入れたいなと思ったので、これを購入してきました。お値段は555円で、もうね、100均とかよりは高いんですけど、やっぱりこの重ねて使えてこうしっかりしてるんですね。だからちょっと100均のを使ってみて、奥行きがあるタイプあんまなかったので、今回はニトリでね、ちょっと奮発して購入してきました。これが良かったら他にもね、この重なるトレイシリーズをちょっと追加買いしていきたいなと思ってるので、使ってみてまた紹介させていただきます。現在使ってる朝食セットがこちらです。このセリアの深めのこういう白いものにブレックファーストセットと書いて使ってました。中にはハム、スライスチーズ、
で、とろける用とチェダーチーズ、マーガリン、今はいちごジャムとブルーベリージャムが置いてあります。ぴったり収納はできていたのですが、結構パンパンに入っていたので使いにくいなと思っていました。これを新しくこのセリアのケースに入れていこうと思います。これだとすっぽり入るし見えるので、ラベリングも必要ないと思います。こちらに前は入らなかったベーコンや生ハムも入れていきたいと思います。では次、マイクロファイバーハンドモップケース付き380円です。セリアさんでマイクロファイバーの手袋を使って掃除したらすごく綺麗になって、ちょっとマイクロファイバーに今また注目してるんですけど、こういうねモップ、テレビ周りに置いておきたいなと思って今回買ってきました。これは空拭き用ですね。で、洗って何度も使えるってところも衛生的だなって思ったのもあるし、これケース付きなんですよ。こういうシンプルなケース付きで、水色のね、こういう風になってて、ゴムで取り外せる感じになってます。このケースが、はい、入れた時にこうやって立てておくこともできるんですけど、ここにね、ケースに穴が開いてるんです。なのでテレビの後ろにくっつけてこう隠して収納できるんじゃないかと思って今回これを購入してきました。多分テレビだから、セリアとか百均でよく売ってる何度でも繰り返し貼って剥がせるフィルムフックのフックでこれをかけたらいいんじゃないかなと。で、後ろから取ってこうテレビ周りのホコリが取れるんじゃないかなと思って今回これ購入してきました。よし、やった、この大きい段ボール終了。ということは、あと最後この一つですね、12キロの米が入る米びつです。お値段は925円です。ちゃんとね、この計量カップもついていて、ここがこうやって開けられるタイプの米びつになります。実はですね、私の父の故郷が新潟でして、いつもね、秋になると新米が送られてきます。10キロぐらい送られてくるんですけど、いつも保管に最初いつも困ってて、結構ね、段ボールに入れたまま保管してたりとかしてたんですけど、それだとお米に良くないなと思って米びつ買いたいなと思ってました。でもね、場所取るんでやっぱ縦長にね置けるものと、こういうねキャスターがついてるものがいいなと思ってたら、ニトリさんでなんとしかも925円で売ってたので、今回ね購入してみました。こちらのお米を全部米びつに入れていこうと思います。今回ほんと変にね、大物が多いですね。全部で1万500円ぐらい購入してきました。でもほんとどれも必需品なのですごい楽しみですね。年末に向けて皆さんね、いろいろ物入りがあると思うんですけれども、皆さんの参考になったら嬉しいです。では今日の水のゆかチャンネル、いかがだったでしょうか。欲しいよってものがあったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。